ナビ、ナビ、ナビは、東京都の二元社が1984年から2010年まで、発刊した、月刊自動車雑誌である。1984年4月に、二元社の月刊自動車雑誌、カーグラフィックの姉妹誌として創刊された。名前は、ニューオートモビルボキャブラリーフォーザインテレクトシュールズ、インテリのための新たな自動車のボキブラリーを意味した。 初代編集長は、大川優が務めた。当初は、社会学や技術的観点から自動車を扱うがのちに、自動車関連のライフスタイルも扱い、コラムや特集記事で交通安全や環境問題を取り上げた。フランス車、イタリア車、イギリス車、スウェーデン社などの輸入車を多く扱い、後年は日本車も多く扱った。特大寺や立根、吉田匠。 清水和夫など自動車評論家の記事、泉麻と江野木戸一郎、河谷裕二らのコラム、田中康夫、渡辺和弘、矢萩敏彦、笠井清志、村上春樹、栗本慎一郎など、作家や学者の評論、対談、小説などを総刊当初から、後に、テリー伊藤、小西義幸、ドン、小西、近田春夫の対談評論などを、それぞれ連載した。 主に自動車愛好家らが好んで用いるエンスージアストの略語であるエンスーは渡辺和弘が本誌の連載で用いた特大寺、立内忠氏、編集長の大川が座談会形式で前年に登場した自動車を総括するナビトークは毎年3月号に掲載して人気を得た文芸春秋のファッション誌クリーから企画ごと移動した田中と 浅田ダ・アキラの対談企画、遊刻砲弾を掲載した時期もある。本企画は、本誌連載終了後に、GQ、週刊ダイヤモンドと掲載誌を変えて続いた。1980年代から1990年代にかけて、田中と渡辺が、東京モーターショーのコンパニオンを批評する企画を、毎年掲載した。1989年に、鈴木正文が、 編集長に就いた。鈴木は第二次文都として学生運動した震災翼活動家でマルクス主義者を辞任する人物だが、編集方針は高級ブランドを積極的に扱うなど、ファッション重視する物欲にあふれていた。鈴木編集長の末期は、ジョルジオ・アルマーニやプラダとタイアップグラビア、アマーカス・リリコやカノー姉妹のインタビューなどファッション雑誌へ傾向して、 タイアップ記事増加した。1999年に鈴木は編集長を突如退任して、2000年に新庁舎から自動車雑誌のエンジンを相関して編集長に就いた。鈴木は湾岸戦争時の1991年に市場で自動車愛好家へ自動車込み反戦集会を呼びかけ、1991年3月9日に千田谷の明治公園で 本紙編集部員と読者らよ、反戦集会を催した。編集部員は、鈴木の指示で、長期リポート者を同調した読者は、各自の自動車をそれぞれ持ち込み、田中康夫ら執筆人の一部も参加し、鈴木は、アジテーション看板をしたためた。参加者に、明治公園向かいに位置するラーメン屋ホープ券の、食券を配布した。1993年初頭に、 鈴木の編集部にに反発した編集部員のおよそ10人が二元社経営陣へ鈴木編集長の解任を求めて抗議行動した二元社経営陣が実売10万部で親雑誌のカーグラフィックより部数が伸びているのは編集長としての鈴木の手腕であるとして編集部員数人をナビ編集部から官職に配置転換すると編集部員らは退職した 副編集長の小川文夫、現、小川文夫と今おじかじは鈴木を擁護し、須山拓、岡さゆり、青木陽子らは編集部に残留した。抗議行動を起こした編集部員らを支援したノンフィクション作家で、児童評論家の中部博、写真家の森谷雄二らは、同志編集部に出入り禁止となる。1999年に鈴木が退任すると編集長は、 小川文ふを、鈴木雅人、と、高平幸貴と編成し、六人目の編集長は、兄弟子、カーグラフィックの元編集長であった、加藤哲也がついた。同志の元編集部員で、自動車評論家の小沢幸二は、バブル景気絶頂期の1990年頃から、しばらくが、同志の再生期で、実売部数は10万部程度、と語る。2009年に、 チーム強とタイアップでナビチーム5としてルマン24時間に参戦することを発表した。チーム監督はナビ編集長の加藤が務めることが決定しており、加藤はモータースポーツに限らず企業スポーツが危機に瀕している状況を迎え、モータースポーツの価値をインサイダーとして見つめ直したくて企画したと語る。チーム代表のゴーカズは当初最低でも4。 5年になるのではと、長期計画の参戦予定で、最初の2年でチーム体制を整え、レギュレーションが大きく変わる2011年に照順を合わせる方針と語る2009年のレース終了後にマシンを売却し、チームを事実上改ざんした。チーム協2009年に小説がある。2010年3月号で本号から塩見里氏が編集長を務めて、 紙面を刷新するとしたが、売り上げと広告収入の減少で再三割れしていることを理由に2010年3月1日発売の4月号で休館した。読者層の高齢化も伝えられた。ナビの元編集部員で現在自動車評論家、作家などになっているものは以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。